今回は今やってきている鬼滅の刃コラボの超究極、この増白点運極作ってきたんで使っていこうかなと思います。性能に関してはとりあえずブロックと地雷とワープっていう3つの対応を持ってて、近畿で結構いけるとこ多いんですよね。これすごい初心者の方助かりそう。あとはラックアビリティついてるんですけど、一応説明しとくと、運極にすることで普通のガチャゲンとかが持ってるものと同じ倍率になる。なのでラック50とかでもし鬼滅コラボ終わっちゃったら、このキャラの性能は 100% 発揮できてませんよみたいな、なんか中途半端な状態になるんで、ちゃんと99体頑張って集めて強い増白点を作りましょうっていうものになってるね。あとはバイタルキラーとかもゲージとかで持ってるから、いや素浴びでも良かったと思うけどね正直。でソウルスティール持ってますよと。あと友情がね、これ貫通のグロースフィアなんですよね。バランス型、もう言ってしまえばトレノバよ、トレノバの貫通みたいな、いやそういう時代がついにモンストにもやってきましたみたいなね。あとは全ての敵に無限ゴージュは、これ私何も使ってみたとか見てないんでどういう仕様かは知りませんと。そのわけで、近畿の15に、この増白点、運極艦隊で、まあ、各々の端末、サブ機で作ってきたんで、使っていこうと思います。クエストに関してはね、まあ、いろいろ、周回やってたけど、私、すごい初見の時は丁寧にやってたから時間かかっちゃったけど、最終的に、もう、雑魚なんて全部無視して、ボス戦、てか、ボス特攻するのが一番手っ取り早かったね。そういう風に立ち回ったらかなり楽だった。ちなみにこれ、友情コンボゲーはさすがに無理よね。お?ああ、まあ、まあ、無理か。バランスだもんね。さすがにバランスの時代だとちょっときついか。横間でまあ、これじゃあ殴ってって、友情コンボで殴って倒すと。うん。そうね。まあ、友情コンボはおまけって見とかないと、さすがにこれはきついかな。やっぱこの時代だときついか。昔はもうトレノバをどこにでも連れて、トレノバ運極持ってない奴は人権がねえ、みたいな。過激なことも結構言われてたけど、もうこれだったら多分なんとかなるかな。まあ、今は豪絶の時代だもんね。ある程度初心者の人は結構助かる人いそうだけど、近畿もそうね、今回の鬼滅のキャラで地雷ワープは、あ、一応天元様いるか。天元様がいるけど、それ以外はあんまりいないから、とりあえずこいつ殴って丁寧に倒しておくでしょ。あと友情コンボで。そうね。やっぱ結構きついな。このぐらいになってくると、ちょっとした友情コンボじゃあんまり倒しにくくはなっちゃってる気がする。で、これ殴って倒すと。あ、これそっか、あれか。地雷持って殴ったら、バインスイーパーとバイタルキラーかかるから、あ、結構強いのか、意外と。お前。いや、これは痛快、愉快、大、善人みたいな。そんな感じ。何言ってるかよくわかんなくなってきた。で、もうこれ友情コンボで、これもだから、でもこれあれだな、ゲージ決めないとバイタルキラーかからないっていうデメリットがあるから、そこちょっと、そうね、足遅っ。足遅っ、まあ、この辺は今艦隊で遊んでるから結構グダグダしてるけど、多分ガチャゲン詰め込んでおけばそんなに大丈夫かな。よし、 OK、 いいヒットポイント調整ができました。あ、で大賢者も使える。大賢者もだからここで使っておいて、無限ゴージュがだからどういう感じよね。コラボの SS は大体なんか色々と強化されてるから、これ地雷持って殴りに行く。これで SS が溜まりますと。次回ってきたら、よし、これでグロスフィアで、なんかそんなだ。まあでも全然勝てそうなレベルにはなってるな、ちゃんとこの編成でも。で、剣も拾ってグロスフィアで、どう今の時代の。お?おお!いけたいけた!いや、これは、どうなんだ?さすがにでも今の時代だったらここにルシファー一体ぶち込んでおけば、まあ、いろいろ殲滅できるか、さすがに。だからこれはな、殴りで倒していって、あ、でもちゃんと、意外となんか近かったらグロースピアってちゃんと起動するんだな。そして、縦勘で軽く削っていきつつの、あとは友情コンボ。お!おー、いいっすね。よし、これでちょっと SS 使ってみようか。どういう感じになるかな。いや、でもこれ、中ボスで使うのはさすがに早すぎか?なんだっけ ?18 ターン。たまらんか、さすがにこれ。いや、4ステージだからたまるよな。すべての敵にだからな。ちょっと、いや、このセリフじゃない。愉快、痛快、大善人、どもめ。どうだ?どう?お?あ?割合?いや、割合か?いや、ん?割合か?割合なのか?いや、なんか、ナルトのコラみたいな感じのセリフみたいな。え、なんだ、防御ダウン入れるだけか、これ。画面全体の割合はさすがにやってすぎたらガチャゲンだから、
画面全体の敵になんか一定のダメージ入れつつ、直殴りじゃない攻撃入れつつ防御ダウンみたいな感じなのかな。まあ、この辺は多分、右側にはしっかりいろいろ書いてあると思います。どうなの？さすがに画面全体割合だったら降臨にしてはちょっとやりすぎだよな、さすがに。そんな感じなのかな。で、これでぐるぐる回って、これで、よし、だけ殴って倒すと。防御ダウン全体に入れるのが強みなのか、どうなの？まあ、他のキャラのサポートか。地雷とブロックとワープだったら、何いるっけ？ルーとかあの辺か？近畿の15とかだったら。あとはま、デクさんのワンパンのサポートみたいな。そんな感じかな。で、これで、友情コンボで削っていって、さあ、ここでも SS が使う。あ、でもこれあれだな。これ、クエストの仕様的に防具ダウンすでにかかってるから、そんなに恩恵でかくない気がするんだけど。まあ、バイタルキラー持って殴りますと。殴りますと。あ、強っ！意外と強いな。しっかり殴ったらちゃんと強いんだ、これ。で、ここでだから防御ダウン、ここでもう使っておくのが強いのかな。じゃあ、ここで SS 使います。はい。愉快、痛快。あ、あれ？あ、ちょ、びっくりした。これは、あっちか。でもこれ、演出かっちょいいというか、これ、なんだこれ？なんか、おお、あ、え？あ、あ、意外とダメージでかいな。割合か、これ。あれ割合っぽい気がするな、これ。あれだって防御ダウンも入ってない奈落に、こんなダメージ与えられんでしょ？もしかして 20% ぐらいの割合与えてんのか？これもうちょっとおいおいや、また後で検証したいな。ここでぐるっと回って、友情コンボグロスピアが、まあ今の時代でもある程度は使ってくれますよと。でもこれさ、演出すごくね？なんか、CG の使ってる感がすごいんですけど。実際、鬼滅のアニメでも結構 CG 感があったんですけど、この、増白点の木のやつって。それをなんか再現してんのかな？どうなんだろう？まあ、これちょっともう一回 SS 使ってみよう。防御ダウンすら入れてないから、あれ結構、いや、画面全体、あれなの、あれか。画面全体割合は昔、アケミホムラの悪魔ホムラでしっかりやってたから、あながち降臨じゃありえないっていうわけでもないのか。まあ、ありえないことはありえないからね。いや、意外とこれは愉快、痛快じゃないのか、そうすると。だからもうこれぐらいしか全然ないですよ、と。どうだ？微妙いか。単にこれは、あ、そうね、割合だったらこのハスがめちゃめちゃ削れてるから、さすがに違うか。さすがにこれは防御ダウン多分入れるだけかな。まあ、画面全体割合入れることで、割合じゃないや、普通にこれ入れることで、まあ、サポートができますよ、みたいな感じなのかな、きっと。え、こいつ残しておくと防御アップするんだっけ？どうだっけ？まだ防御アップしないか。でもこれ1P 開幕、雑魚的処理するんだったら、できれば、1P を開幕に持ってきた方が楽だけど、いや、そんな調整、近畿の15程度でいらんよな。いや、でもどうなんだろう、今回のさ、結構やっぱりコメントとかも見てたんですけど、簡単ってかなり言われてたよね。ゾハクテン。まあ私も本気でボス特攻しまくったら、そこ5分ぐらいで周回できるから、かなり楽ちんだなと思ってたんですけど、やっぱこれ考えるとやってくんのかな、その、追加超究極みたいな。でもなんか、進撃とかもそうだけど、意外と、有名な作品とコラボしたとき、なんか、簡単なパターンあるしね、周備の巨人も、思ったより簡単で結構とやかく言われてたから、あ、やべ！この状態作っちゃうと、蘇生するから結構めんどくさくなるんじゃね？あ、ちなみにこれでゲージ切ったら、ブロックか、あ、ブロックは、あ、でもあれか、バイタルキラーとかも全部切れちゃうから、ちょっと良くないか。ここはだから、いや、懐かしいこの、うわ、懐かしいこの動きすんの。ちょっと待って、これ多分普通に SS 使って無限攻術使ったら殲滅できるかな。さあ最後にじゃあこれを使って、ちょっと見てみようかな、どういう演出もう一回。ほい。愉快、痛快、あ、でも、あ、ワンパン取れるんだ、自供が高いのかもしかして。で、呼び出されたものにもう一回。あ、やっぱ割合じゃないな。70万程度しか発にダメージ与えてないから、やっぱそういうものなのかな。ちょっとこれ一巡待機して、一旦カット入れて、この無限ゴージュ最後にもう一発、これ自強化が結構気になるんですよね。なんか意外とワンパン取れてたから、自強化バー率もしかしたら高かったりするのかな。で、靴も拾えるから、横勘で削り切れたら結構強いと思うんですけど、あ、強っ、はあれ、あ、そっか、倍、あれか、強アームも乗ってるからか。意外とこいつ殴りキャラとしても、
でも魔族の相方いるっけこの時に。魔族って言ったらワルプルギスしか出てこねえけど。でも、意外と始めたての人だったら豪絶のつなぎまではこれすげえ良さそうだし、近畿のここにやってきたらとりあえず1、2体詰め込んどいて、残りはなんかルシファーの友情でボコボコみたいな、そういう流れもできそうなんで、お世話になる人、始めたての人はいるんじゃないんでしょうか。まあ、モンスト天魔までいけてる人は多分使わないのかもしれないけど。まあ、それはもう愛着ということで、はい、そんな感じで。いやー、なかなか、いい性能とクエストの難易度に釣り合ってんじゃないですかね。よかったです。